さあこのスレッジにもちょっと最近当たりは止まっているんですが、でもよくあるのはこうやって0対0から点が入ると動き始めるってありますよね。そうですね、はい、もうその通りですね。野球が動き出しましたよね、はい、ああ低めにいいストライク取りますね。厳しいとこです。はい、おライトへ高く上がった打球だ。さあ届くか、届くか、届いた。ホームラン、高々とスレッジが同点ホームランを放ちました。本当唯一タイミング合ってたのは彼かもしれませんね。そうですか、はい、あピッチャーライナーありましたもんね、はい、いやここのところ当たりが止まっていたスレッジに一発。スレッジにはこの魅力があるんですね。そうですね、高々と上がったホームランでしたね。もうあの天井に当たりそうな放物線でしたよね、はい、高く遠くに飛ばしましたスレッジ。そろそろ野球が動く、絵に描いたようなホームランですね、はい、天井ギリギリ、はい、イーグルスが1点取ったからといってね、はい、ピッチャーが守りに入ったわけじゃないと思うんですよ、はい、もう1打席目のそのタイミングの相方を見ても、うん、なんか可能性は持ってましたよね、はい、